こんにちは伊プレイトゥーエンというのはゲームを遊ぶゲーマーたちが自分たちもお金が稼げるゲームのことを言います前は、まあ、ゲームのアイテムを売ったり買ったりして稼ぐ人がいたんですけども積極的にデベロッパーがトークンとか NFT を使って Web3 時代でプレイトゥーエンというのがかなり伸びてきたんですけども 今まではあの皆さんもよく知ってるあの、まあ、フレミアムモデルって言って、まあ、普通にやるのはただなんだけども一部の人たちはお金を払ってあの進めるのは早くなったりアイテムを買うっていうゲームが、まあ、よくあったと思うんですよね。で、この辺のゲームだとよくあるパターンだと97%ぐらいの人は無料でやっていて で一部の3%の人たちはすごいお金を払ってゲームの会社はそれで稼いでるわけなんですよね。でこの97%の無料のプレイヤーがいるからこの3%の人たちはお金払うわけですよね。対戦相手が必要なわけなのでこのビジネスモデルは結構もう盛り上がって結構大きい会社はできたんですけども p l a y to e a r n というのはその97%今まで無料で働いてた人たちに一部お金をちゃんと配分してるっていうふうに イメージをすると、まあ、これが多分 Play to Earn のゲームを作ってる人たちの言い分で、あの一部の人たちはちょっと怪しいんじゃないのと、なんかあのポンジスキームってよく言われてるんですけども、まああの、新しい人からお金を取って、今までの人たちにお金を払ってるようなマルチレベルマーケティングみたいな仕組みに見えるんだけれども、で全くゲームに価値がなければ、まあ、ちょっと あの次の人が入るだけでのそのただのお金の流しなんですけども実際にゲームが面白いと思って払ってる人たちがいてでその一部のお金が遊んでる人たちに回るっていうのは、まあ、これは結構フェアなんですよねで実際問題多分この間ぐらいなんですよねあのまあ x i インフィニティとかいろんなゲームあるんですけども、まあ、入るのにアイテムは買わなきゃいけないのであのその入るためのお金がもうプレイヤーの人 あの、稼いでる人たちに一部流れるので、それはなんかお金の流しっぽいんだけども、もう入ってからどんどんお金を使うのっていうのは、これ多分ゲームが楽しいから使うわけなので、だからこうちゃんとゲーム性があって楽しくて、それに対してお金を払っていて、そのお金が一部プレイヤーに回るっていうのは、これは僕はある程度フェアだと思うので、だからまあちゃんとした長持ちするゲームっていうのは、多分遊んでて楽しいゲームで、で、そういうゲームっていうのはどんどんどん,どん出てきてるし、あの、で、多分ちょっと難しいのが、 この賭博っぽいこうあのあの稼ぎのところも楽しいっちゃ楽しいのでだから本当にこれは楽しい遊びのゲームなのか、まあ、賭博としてあああ面白いのか、まあ、その間なのかっていうのもそれこう見るあの人の,、まあ、あのポジションによってちょっと違うのかもしれないですね。 で、play to earn のいろんなゲームの中の稼ぎ方あると思うんですよね。例えば、Crypto Kitties なんかは、あの、猫をこう育てて、育てる猫が子供を産んで、その産んだ子供をまた、 売ったりするゲームだとか、あの畑を耕してそこからなんか出てくるとか、アイテムをクラフティングするとか、まあ、いろんなあのダンジョンの中で戦って、なんかあのアイテムがもらえてそれをあの売るとか、大体いいクラフティングとか畑、もしくは育て、もしくはあの相手に対戦してなんかポイントもらう、それからこうダンジョンとかこうエクスプロールすることによってアイテムが見つけられて、それがまた人に配られる。まあ、それが多分、あのいわゆるこうなんか作業をして、 あのする形で,でそれ以外でやっぱり稼げるのは土地を買ったり土地を開発したり土地を売ったりっていうのもあると思うんです。ゲームにに入るためには あのキャラクターもしくはなんか土地とかの NFT を買わなきゃいけなくてで最近流行ってるゲームだとこれ結構高くなってるんですよねで今流行ってる新しい、まあ、DAO とか会社にあるのはギルドって言っていてでギルドっていうのはその NFT をたくさん持ってるのでゲームをやりたければその DAO に入ってでその土地とか NFT を借りてそしてゲームプレイして稼いで稼いだお金で そのギルドにお金を返してでそのギルドもそうやってあのアイテムを貸したりゲームのやり方をメンバーに教えたりしてあのお金を稼ぐ昔から MMORPG とかではギルドもあって僕ももう10年以上 World of Warcraft のギルドを運営してたんですけども、まあ、こうやってなんかお金を貸し出したり NFT を貸し出すというふうに展開してきたっていうのは、まあ、結構面白いと思います Play to earn のゲームは多分いろいろ あの有名な例はあるんですけども多分元祖はあのクリプト・キリスっていってあの猫を育てるあのゲームでこれは多分あの2017年ぐらいだったゲームなんですけどまだいまだに流行っていてで「アク i インフィニティっていうのは結構有名になったゲームで,でこれはあのキャラクターで対戦してあの戦うゲームなんですけども。 そしてサンドバックスというゲームがあってこれは土地を買ったりアイテムを買ったり売ったりするんですけどもここの中でキャラクターだとか、まあ、土地とかゲームをデザインして人に売ったりあの使わせたりするっていう、まあ、経済みたいなのもあの今随分流行っています、まあ。Play to earn がポン・ジースキームかっていうふうによく言われるんですけどもパン・ジースキームをちょっと説明すると僕がパン・ジースキームの あの運営してる人だったら僕はあの皆さんからお金をもらってこのお金を投資しますで、この投資が儲かったら配当しますという約束をしながら全然投資はしないで自分で使い込むんですよね。で、他の投資家がからお金もらったらそのお金を一部皆さんに返して儲かってるふりをするんですね。 彼らのお金をみんなに配当してるとすごく儲かってるように見えてでも実際全然投資はしてないっていうのがポンズー・スキームでそうすると新しい投資家が止まっちゃうとあ箱開くと何もないのでそこがあの自分たちの資産だと思っている人たちは全部お金がなくなっちゃうっていうのがポンズー・スキームで,でそういう意味で言うとそのプレ a ト・エ o のポンズー・スキーンっぽいところっていうのは新しく入る人たちが NFT 買わないと入れなくてで彼らのお金が 一部今のメンバーたちに配当されるっていうこれはポン・ジ・スキームっぽいところはあると思うんですけどもただ実際にゲームが楽しくて追加でお金をどんどんあの入れたり物を買ったりするお金が一部のプレイヤーに回るっていうのはこれは自然なあの、まあ、あの参加者も株主みたいなそういう Web3 っぽいあの美学にも合ってると思いますのでだからちゃんと 楽しんでいてみんなが遊んでるゲームだったら僕はポンズイスキームだと思わないんですよ。で全く価値がないゲームで。 ひたすら入ってきた人たちのお金を今の、今までの人たちにただ配ってるんだったら、これは結構ポンズイスキームっぽい。ただ、まあ、自分の、自分はこのゲームは面白くないけれども、ひたすらあの投資だと思ってやっていて、で、みんながそうだったら実際にポンズイスキームなので、そういうゲームもなくはないけれども、でも大体流行ってる今の安定、まあ、特に今、クリプトが下がってる中でもまだ流行ってるゲームっていうのは、多分ポンズイスキームではなくて、まあ、ちゃんとしたゲームだと思います。 僕はずっと昔から MMORPG やっていて、World of Warcraft なんかはゴールドをこう売るのはすごくルール違反だったので、僕が今までやってきたのは、プレイとエンの逆のゲームだったんですけども、最近少し プレイトゥエ r n のゲームをいじってみてるんですけれども多分特に日本でトークン公開とかあの交換業とかが難しいので、まあ、合法的に日本でできるゲームっていうのは結構少なくて最近サンドボックスもオープンになって日本でもリスティングされたのでこれからサンドボックスをいじってちょっと勉強したいと思いますプレイトゥエ r n をして働かない人が出てくるかっていうことなんですけども今実はフィリピンとか東南アジアの一部とか他の今 まあ、稼ぐのが難しい国では、Play to Earn がもうメインの職業になっている人たちが結構たくさんいて、それは別にいいんじゃないかなと思うし、普通だと思いますし、あと Play to Earn っていう,こう範囲が広がっていくと思うんですよね。そういう意味で言うと、今だとなんかこうゲームプレイなんだけれども、ゲームの中でサービス業をするとか、ゲームの中で例えば事務方をするとか、秘書をやるとか、そういうようなジョブっていうのはでんだんだん出てくると思うので、リアルワールドのジョブとバーチャルのジョブと、 バーチャルの会社とバーチャルのゲームってこれ実はあんまり僕は違いがなくなってくると思いますのでだから Play to Earn っていうのはまあ我々の,あの働き方と経済の未来の一部だと思います皆さんいかがでしたかぜひコメントのセクションで、まあ、質問とかあの意見を言ってくださいでこの TOA のシリーズだんだんこうネタがなくなってきているのでぜひどんなビデオを見たいか皆さんから聞きたいのでそれもコメントに入れてくださいそれじゃあ